日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う「NGO 世界を見つめて」後半からは私鎌倉幸子が進行を務めさせていただきます。 はい、あ、いよろししくお願いします前半ではですね今まさに行われている緊急人道支援であのトルコ、シリア自身の緊急支援について伺いましたけれども、もう本当にこう、施設とか国境とか、その人の置かれている状況にかかわらずこう、災害って起きるものじゃないですか、そうしたこう災害にこう寄り添っていくっていう支援を前半は伺ってきたんですけれども、後半ではまた違った側面からお話を伺っていけたらなということで、非常に楽しみにしていまますすよよろろししししくくおお願願いいます。 第15回目の今回の後半ですね、認定 NPO 法人、パルシック民債協力事業担当、小栗さやかさんをお招きしています。で後半では、パルシックさんの事業の中でも国内で行われている居場所作りのお話ですとか、あと、小栗さやかさん自身がこの仕事を始めたきっかけについて、しっかりとお話を伺っていきたいと思います小栗さん改めてどうぞよろししくお願いします。 よろしくお願いします。では早速お話を伺っていきたいのですが、パルシックさんが国内で行っている居場所づくり、民カフェの事業についてお話を伺いたいと思います。事業を開始した背景ですとか目的で国際協力の NGO でしたら海外でというあのイメージ持たれている方も 多くいらっしゃると思うんですけども、まあ、具体的に国内でその事業を始めたきっかけ等と,とお話しいただけますでしょうかはいとしましたら後半はえ国内の居場所づくりについてお話をさせていただきますえパルシックは経済的な貧困と関係性の貧困に取り,取り組むために2018年東京都の葛飾区にコミュニティカフェ・民カフェを開設しました 左の写真が解説したばかりの写真で、ちょっと見た目にも何をやっているかわからないような場所だったんですが、本当に小さい元学習塾、元学習塾が入っていたテナントで、えー、コミュニティカフェをスタートしました。その中で、えー、子ども食堂を開催したりといったことをしていました。 でなぜ NGO のパルシックが国内の居場所づくりに取り組むことになったのか、背景をお話ししたいと思います。えー、当時、東ティモールに駐在していたスタッフがです、ね、日本の子どもの相対的貧困率を聞いて、すごく衝撃を受けたんですね。相対的貧困率は13.5%で、7人に1人が貧困相対的貧困状態にある。 という,ふうにな報告が挙げられました東ティモールは相互扶助支え合いの精神が強くて誰かが子どもの面倒を見てくれるので子どもがお腹を空かすことはないんですが一方その日本ではですねえ例えば子どもがお母さんやお父さんやお母さんの帰りを待ちながら1人ぽつんと家でコンビニのお弁当を食べていたりとか。 あとは一人暮らしのお年寄りが気づくと一週間誰とも話していなかったとかそういった状況が見えにくいっていう問題があってそこで活動を通じて人と人とがつながれる場所だったり困った時には相談できるような場地域の中で見守りができるような関係性の再構築を目指そうとして、えー、居場所づくりに取り組むことになりました。 ただですね、居場所づくりは試行錯誤の連続で、2018年の6月にオープンして子ども食堂をスタートしたんですが、えー、徐々に人に、地域の人に利用してもらえるようになった矢先、2020年3月に新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、小中学校の一斉休校が始まりました。そこでもう活動を コロナの緊急対応に切り替えて休校中の給食代わりのお弁当を配布したりだとかあとは生活にお困りを抱えている経済的に困窮している世帯へのフードパントリーを実施したりとかそういった緊急対応を行うようになりましたあのもともと人と人がつながれる場を作っていくために始めた活動ではあったんですが 実質2年半以上そういった居場所の活動ができない状況が続きました。ただですね、感染状況を見ながら昨年から居場所作りを再開しています。これは、民カフェ食堂の写真なんですが、子どもだけではなく誰でも参加できる食堂をということで、子ども食堂ではなくて、民カフェ食堂という名前で、週に1回ほど。 開催していますこれは誰でも参加できるイベントになっていますまたその他にですねカフェだったりカフェとか学習支援も再開しています左の写真は地域の人があの利用していただいている写真になるんですがパルシックのフェアトレードのコーヒーだったり紅茶が飲めたりあの特に注文しなくても誰でもいられる場所になっています また必要に応じてですね、カフェの一角で学習支援を行っています。えー、右の写真はえっ、ー、と中国籍の日本語を勉強している、えー、学生に、日本人の、えー、ボランティアの方が勉強をして教えている様子になります。また、緊急対応として始めたフードパントリーも現在継続して開催しています。 ドミンカフェのフードパントリーの特徴は、所得などの基準を設けていないということにあります。あの本人が困っているかということが重要で、それを他人が判断するものではなくて、あの利用のハードルは上げないということで、これまでも続けてきていますで。利用者の方に行ったアンケートでは、活動を通じて職員やボランティアと話せることがすごく良いというような 回答がたくさんあってただ食を支援するというだけではなくてフードパントリー自体が居場所にもつながっているという風うに感じていますまた徐々にあの人と人が交流できるイベントも再開しています左の写真はボランティアの方が企画した音楽イベント右は、えー、本場中国の餃子作りを学ぶイベントです あのこうやって地域の人が集まれる場っていうのが徐々に再開できていることがすごくあの嬉しいなというふうに思っています。でまた地域の人やボランティアの方からのアイデアを形にできるような場にも徐々になってきています。左ののの写真は地域のアーティストの人が作作ってくれた作品でで定期的に自分で 作品を持ってきてててき取りりくれたりしていますまた今回トルコシリア地震を受けてボランティアの方から募金箱を設置したらどうかというアイデアがありまして実際に募金箱を作ってあの設置してくれましたありがとうございますこの2018年からスタートしまさに新型コロナウイルス感染症がですねその翌年から、まあ、あの大爆発した中で、まあ、活動して 来たお話ありがとうございました。で、この活動をしてきてですね、見えたやはり課題感ですとか、また今後の展開をどのようにするかとか、そういうお話をいただけますでしょうか。そうですね、写真で見るとあの、前に進んでいるというような部分もあるんですが、まだ地域の居場所としては、まだまだこれからできるところがあるなというふうに思っていて、えー、 民カフェ自体が地域にもっと知られる場になっていけばというふうに思いますしあの開かれていけばというふうにあの思っていますで、えー、ここに今後の展開について地域に求められる居場所へということであのまだまだ居場所を必要としているけれどその人たちにリーチできていないんじゃないかっていうのは感じていて 何か孤独を感じている人がフラット立ち寄って居心地がいいなっていうふうに思える場所とかそうでなくてあの誰かと関わりたいとか本当にいろんな人がいられる場にはどうやって作っていったらいいのかっていうのはあの関わっている人とこれからあの話していきたいところであります。 だ専門職的な直接支援の場にしないっていうところはあのすごく大事にしていてフードパントリーだとか、まあ、お困りごとを抱えている人に食料配布をしたりもしていますがあくまで目指すのは人と人がつながる関係性を作るというところでそこをあの一番の目標に活動していきたいというふうに考えています。 またですね、海外の事業地と同様に、ずっとあの助成金をもらったりしてあの、パルシックが事業を行うっていうふうにはあの考えていなくて、いずれは地域の人にハンドオーバーしていきたいというふうに考えています。なので、地域の方だったり、ボランティアの方だったり、どういうふうに自立性を高めて、 運営していけるかっていうのを今後あの話していきたいというふうに考えています最後にですねミン、まあ、カフェの活動を通じて大切にしたいこととしては日本の地域の抱える問題っていうのはあのこれまである福祉制度では対応しにくい制度のギャップにあるのではないかというふうに考えているんですね引きこもりとか孤立とか子育てのしにくさっていうのは制度が あるるから解消されるものではなくてあの私たちが海外の活動、まあ、東モールだったりその他の国もともと制度の希薄な国で人同士の関係の中でニーズがあの見つけられて解決されるっていうアプローチを学んできたのでその海外で学んできたことを生かしてあの支援する支援されるの関係ではなくて 相互支援の関係にお互い様の社会にあの作っていけるような活動をしていきたいなというふうに考えていますえありがとうございます。なんかあのまさに NGO で現場を知ってですねその現場から見えたその東チモールの方の強みとか、まあ、あの人と人とのつながりの強さとかそれを日本にこう逆輸入するというか。 その学びを日本の社会に還元できる、そういうことを感じさせていただきました。また、最初はですね、相対的貧困でという課題を見て、まあ始められた活動だと伺いましたけれども、まさに前半の震災とか災害ですよね。この時に私はいかにこの平時に、 人とのつながりを作っていくかですとか頼れる人がそばにいることを知るかとかそういうことが実は緊急時に大変生きるかなと思っております人間の関係が特にこのちょっと薄くなりがちな、まあ、特にこの都会においてですね今回のこの皆さんのカフェがですね何かそういう学びの提供になるのではないかと感じながらお話聞きましたあのケイさんいかがでしょうか今までお話を聞いて。 はいいありがとうございます本当に国内の活動でもまさに m e ンという人の視点からの活動を長くされてるなということを感じました。で特に最後にあのおっしゃっていたお互い様という言葉、あのお互い様という言葉だけだときつく響いてしまうかもしれないですけれども、特にこう日本の中でとかく自己責任と言われて、それはあなたのせいなんだと、様またまな支援につながれない、もしくは自分自身を責めてしまう人にとってあ、お互い様ってそういう意味もあるよなと、お互いに支え合いながら生きているし、迷惑かけ合ったときに感謝し合える関係性っていう いいよなっていうことを、まさにコミュニティベースで考えさせられました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここから小栗さんに。 ポッと当ててお話を伺いたいと思いた思ますで小栗さんがまさにこの仕事を始めたきっかけ、経緯などについてお伺いしたいと思います。今回ですね、この NGO 世界を見つめて、この NGO で仕事をしたいと思っていらっしゃる方、たくさん話をあのご視聴いただいてますので、ぜひあの小栗さんのですね、このキャリアに至った経緯、お話しいただければと思います。はい 私はもと,もともと大学生ぐらいの時から、まあ、国際協力に関心はあったんですけれど学生の時は国際協力の仕事はどういうふうにつけるのかとかそういったものがよくわからなくて国際協力といえば国連とか JICA とかそういったところは難しそうだなじゃあ NGO はっとなんか 生活できるのかなとかそういうふうに思っていて一時期はあ諦めると言ったらあれですけど、まあ、一旦就職しようかなと思って民間企業であの働いていましたただやっぱりどこかであのそういう仕事をしたいなっていう思いが強くなって、えー、と企業を辞めてこの世界に飛び込むことになりましたただ NGO で やりたたかかったとかそういう思いがあったわけではなくてあのまあ携わっていく中で最終的に NGO に行き着いたっていうところがあるんですけど NGO で働いていてあの、うん、NGO の仕事って魅力的だなっていうふうに思うのはあの自分の思いとかあのやりたいことを形にできるっていうところがすごく あの魅力だなというふうにあの感じています、はい。ありがとうございます、ね、同じようにですね、NGO、ちょっと興味あるけど生活できるのかなっていうこと、本当にたくさんの、私もよく聞くんですけども、も思ってると思います。で、そのような悩みを抱えてるあの方たちに、ぜひあの小栗さんの方からですねあの、アドバイスですとか、励ましの言葉なのか、いただければと思います。はい 私自身も本当に大学で専門的なものをあの再協力とかそういったものを学んできたわけではなくってあの本当に民間企業で経理をやっていて <laughs> あの最終的にここに行き着いたというところがあって。あのでもあの やりたいっていう気持ちが一番大事だと思いますしあの無駄な経験は一つもなくってあのなんどんな経験でも NGO って活かせると思います。またいろんな経験がつながっていくと思うのであの NGO で働きたいとかそういった関心がある方はあのボランティアだったりどういった形でもいいのであの参加してみて。 そういった仕事に興味を持ってもらえると、はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。 もうういいいいいいろろなな経験は必ず生きてくるのでととすすごい心強いメッセージだったかなと思います先ほどボランティアとしてでも一歩関わればというお話あのいただきましたが、まあ、今日お,あのお話を聞いてですね何かこのパルシックさんを応援したいという方がいらっしゃるはずです。でここまでのお話で関心持ってくださった方にあのパルシックさんを応援する方法についてどのような形があるのかお話しいただけますか ありがとうございます。とパルシックの活動を応援する、えー、やり方としてはたくさんあるんですが、まずあの活動へ、えー、ご寄付いただくことができます。えー、寄付する場合、あの特にあのパルシック全体の活動でもいいですし、関心のある事業地、トルコ、シリア自身だったり、あのミンカフェの活動だったり。 選んでご寄付いただくこともできますので、あのもし関心がありましたらあの、ホームページご覧いただけると嬉しいです。またあの、ボランティアに参加することもできます。イベントだったり、フェアトレード関連の作業だったり、そういったボランティアにも参加いただけるので、関心がある方はよろしくお願いします。また、あのお話の中でも時々あの触れさせていただきましたが、パルシックは、 東ティモールだったりスリランカの、えー、生産者の方からコーヒーや紅茶を輸入して販売しています、えー、オンラインの、えー、パルマルシェというショップもありますのでよかったらこちらも、あのー、覗いていただいてご購入いただけると嬉しいですまた、あのー、こういった寄付だったりボランティアだったりフェアトレードの 商品の購入だけではなくて、活動を知っていただくということもあの、すごく応援していただくことにつながりますので、あのホームページだったり、SNS、ご興味ある方はご覧いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。もうあのそれこそ、フェアトレードの,このコーヒーをです、ね、オーダーして飲んで、その感想を SNS とかにアップするというのも、 大変大きな励みにもなります。それがまた東ティモール、またパルシックさんであの事業を行っている。いろんな国の方々の生活の支えにはいなるかなと思います。ちなみに私、あの東ティモールのコーヒーいただきました。 めちゃくちゃゃく美味しいですで逆にそのコーヒーをですね友達にあのプレゼントしたりとかしてでプレゼントするだけじゃなくパルシックさんの話をしたりですとかそうやってあの広がることもできますのでぜひコーヒー好きのお友達がいたらこのパルシックさんのですねコーヒーを買ってプレゼントするというのも素敵な支援だなと思っております。 あっという間に時間が来てしまいました。で、今日は認定 N. P. O. 法人パルシック。民債協力事業担当小栗さやかさんをゲストにお招きして、お話を伺いました。やあ、けいさん、いかがでしたでしょうか。 はい、本当にあのトルコ、シリアの地震から国内のさまざまな活動までお話を伺ってきましたけれどもやっぱりこうした活動って知ってもらうって本当に大きな一歩だと思うんですよね。小栗さん自身もどういうふうにこう国際活動国際協力活動に関われるかなって分からなかった中であの今この場所にいらっしゃるということなのでもしあのこの番組を見てあ私もそういうことしてみたいかもっていうふうに思った方は例えば活動報告会に行ってみるだとかあとはパルシックさんのページを見たりあとは今僕あのパルマルシェ見てみたらあのコラムで東ティモールのことが書いてあって。 たりして、現地のこう日常の様子が伝わってきたりだとか、そうした情報を知ってみるというところからでもアプローチを広げてもらえたらなと思います。今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。ございました。この,の YouTube の概要欄にパルシックさんの ウェブサイトのリンク等々貼っておりますのでぜひ皆さん見ていただければと思います。でまたですねちょっと繰り返しにはなってしまうんですけども緊急救援からの復興そして生活の再建まで時間がかかりますで市民と市民の対話を大切にしながら活動を行っておりますこのパルシックさんの取り組みを皆さんウェブサイト等々でですねあの追っていただけると幸いですで。本当に今日は小栗さんありがとうございました ありがとうございましたそれではまた次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう皆さんありがとうございましたありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします